ですると、仙腸関節のここもグラグラしちゃって、で仙骨自体ももうグラグラ で、腰の骨自体もこうやってグラグラ動いちゃう、ちょ動きすぎちゃう、ネジがこう効いてない感じで、足あの膝もちょっとねぐにゃぐにゃしてて、でただ上の方はね結構しっかりしてるんで、うん、気をつけて、そんな感じでちょっと今からするね。で、各靭帯も締めたんで分かるから。今ねちらっと言ったけど腰が温かい感じが、でネジを締めたんで程よくこう揺れて、で綺麗にこう流れ出すっていうね。でここもほら全然さっきより揺れないでしょ。でこれ膝もこうしっかりして、しっかりして、でここがほら分かる。この肉、ほらさっきタプタプしてたでしょ。ほらタプタプしてないって分かる。これ俺すごいびっくりしたんだけど、ここもピシュってこうだからここだけ、ここでこれ同じ人ができちゃって、これ一気にこうこれだけ、これちょっと上から撮りたいぐらいだけど、で、ちょっと一回止めて、向けて確認するね。